皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2002年公開のレッドドラゴン。現代、レッドドラゴン。監督はブレッド・ラトナー。脚本はテッド・タリー。主な出演は、アンソニー・ホプキンス、エドワード・ノートン、レイフ・ファインズ、エミリー・ワトソン、など。FBI 捜査官グレアムは、殺人鬼レクター博士を逮捕するが、その時に負わされた傷が元で引退する。しかし、ある日かつての上司クロフォードが訪れ、連続殺人事件の捜査への協力を依頼する。しぶしぶ引き受けるグレアムだが、どうしても犯人像がつかめず、レクターの監獄を訪れて彼にアドバイスを求める。グレアムに協力するかに見えたレクターは、裏で危険な罠を仕掛ける。というストーリー。トマス・ハリスの同名小説の2度目の映画化にして、アンソニー・ホプキンス版、レクター3部作の完結編。時系列的には、羊たちの沈黙の前の話。原作のエッセンスを汲み取りつつも、レクターの登場シーンを増やすなど、映画オリジナルの要素もあって、お見事。豪華キャストは文句なし。一部、羊たちの沈黙と同じ俳優が演じているのも、丸。ただ、全体的に平均点は高いがこれといった特徴がなく、無難にまとめたなという感じは否めない。ということで、評価は。Thumbs up!